こんばんは。やばい。これってもう時間アウトなんかな。こんばんは。お疲れ様です。お疲れです。あ、すみっこ暮らしありがとう。あ、そうなんだ。じゃあ間に合わなかったわ今日は。今日間に合いませんでした。まあまだ11日しか続いてないからあれか、なんとも言えないけど。マスク配信、え、マスクね、前ね、しみさらさんとね配信した時も実はね一回マスクしてたんですよ。だから言ってね、これは2回目ぐらいなんですよ。しみさらさんと言った時あったから。だからどうしよう、もう手で持ってるから大変。この辺、この辺にしよっか。これで後ろに倒れたらもう終わり。今日僕隊公園行った方いるんかな。どうでした、今日どうでした。僕隊公園初日でしたけど、お花すごかったね。めっちゃ可愛いって思って。配信しただけで嬉しいじゃん。あ、本当ですか、よかった。配信の人が多いんかな。山口だとちょっと、ね、大変だよね、行くのがね、平日だしね。いちごのアイドルで盛り上がったって、いやそれは本当に自分たちもねびっくりした。いちごがアイドルなんかねやるとは思わんかったから。私たちもさ、自分たちで振り分けが、ユニットの振り分け来る前は誰が何だと思うって予想してたから、だからまさか、なんかでもいろいろとまさかな感じじゃないって自分は思いました。この子が絶対なりそうなところに、あ、実はいないんだみたいな、違うんだみたいな感じ結構ある気がします。確かに、でも面白いね。いや本当にお疲れ様ですね、みんな。ちょっと告知をさせていただくとですね、私たちが出る17日の公演もですね、一般チケット販売中なので、ぜひぜひお待ちしております。広島だしね。ちゃんと自分たちの宣伝も宣伝大事。なかなかそうだね、東京、うん、関東はね、東京から広島遠征しますよ。広島、そうだよね、リエもさ帰省する時とかさ広島からさ、そう広島から行くけどさ新幹線で、だけどめっちゃ遠いんだもん、本当にお尻痛くなっちゃうぐらい。いつもリエの新幹線ルーティーンは、最初にご飯とか食べます。でなんかちょっとスマホとかいじったりなんかいろいろします。で2時間ぐらい寝ます。で起きます。起きてまたなんかゴロゴロしますって感じの新幹線ルーティーンです、これが。
広島から埼玉の新幹線ルーティン。逆に埼玉から広島に行くときは何かに追われてることが多いので、なんかもうなんか汗汗しながらいつもダンス動画とか見ながら帰ってる印象あるかも。レッスンがあるから帰るってことが多いからかな。埼玉と滋賀のバトルが起きてるそうで、滋賀関西の埼玉ポジらしいです。え、そうなんですか、知らなかった。そうなんだ。何、住んでる人は多いけど昼間は人が少ないっていう、みんな外に出てっちゃってるから昼間は人がいなくって夜は人がたくさん戻ってくるっていう。今日のフラワースタンド見た。あ、見たよ、見た見た。そう、それね、すごいねって話してたんよ、さっきひーちゃんたちと。そう、めっちゃ綺麗で、びっくりした。綺麗だし、てか、かわいいと思って。でも、ああいうのってさ、初日だからあるもんでしょ、きっと。あ、そっか、今日埼玉県民の日なんか。埼玉県民の日か、今日って。そっかそっか。だね、じゃあ。え、埼玉県民の日ってさ、お仕事、学校は休みになるけど別に、大人のお仕事はお休みにならないのかな。そうですね、埼玉県民がディズニーに行く日は本当にそうだよ。なぜかディズニーに行く埼玉県民、いやいやいや、近いから行くんですよみんな。いや、私も埼玉県民の日とかはそう絶対行ってた。あと学校が公開記念日、開校記念日とかの時とかは絶対ディズニー行ってましたね。そういう日こそね、ちょっと空いてるよね。普通他の人だったらさ、平日だから埼玉県民はこぞって行きますね。だから学校の人によく会いますね。あれ、あなたたちも、あなたたちも、あなたたちだけなんだけど、あれ来てたんだみたいなさ、あるあるですね、そういうの。確かにね、埼玉県民の日はねそうなるよね。私もね、と埼玉県民の日は毎回行ってましたね、ディズニーね。でもなんかさ、電車乗ってると大体、あ、この人ディズニー行くんだろうなって分かるくない？なんか、あ、多分この人ディズニー行くんだろうなってなんとなく分かる。なんでだろうね。いや、カチューシャ持ってきてる人とかさいるけど、そうじゃなくてもなんとなくなんか服装を見て、なんか服装を見て、あ、多分この人ディズニー行くんだろうなみたいな想像つく。ディズニーリゾート行くのは県内のし、あ、なるほどね、確かに。あ、そういうことなんかな。あ、確かにユニバーはちょっと遠いしね。あ、私西武遊園地もあるよね。西武遊園地とか東武動物公園とか、なんかね、埼玉の遊ぶ場所を今考えてた。あと何があんの、大宮とか埼玉スーパーアリーナとか行ったらなんかイベントやってるんじゃないですか。あ、ブログ配信終わったらみんなありがとうございます。そう、ブログね、今日更新されたからぜひ見てください。写真も自分的には可愛いのを使ったつもりだから読んでほしいし見てほしいです。写真とか中身も、お誕生日のやつとかも結構書いたので
なんかいろいろ書くことがあって長くなってしまいました。そんな感じでお願いします。あ、秩父、秩父って秩父もじゃないですか。なんか秩父行ってなんか自然を感じるみたいな。マリパパさんチェキ届いたり、え、本当ですか？チェキ届いた？よかった、無事に届いたようで嬉しいです、チェキが。そう、チェキさね、いつ届くんだろうって私もずっと気になってたから、よかったです。秩父といえばあの花、え、それ本当にそう、聖地なんですよね。帰ったら届いてると思う、本当に。いや、ちょっとね、そうしてしっかり皆さん確認してください。今回のチェキは、まあ、時々がん決まりチェキあったけど、まあ、なるべくそういうものを選ばないようにしたんで、安全なチェキが届くようにしました。あ、じゃあそろそろ誕生日見ます。え、13位、あ、名前が目指せません。なんとかなんとかまいさん、ありがとうございます。12位のりさん、ありがとう。11位なるみさん、ありがとう。あ、待って、変わったんですけど、13位ショートケーキさん、12位ととみちさん、11位大ちゃんさん、10位やしぎあきさん、9位とうもろこしさん、7位357050さん、6位おつあっとうさん、5位たかやんさん、4位なまるひさとさん、そして3位石毛マシンさん、ありがとうございます。2位くまるぼぼさん、ありがとうございます。そして1位はマシンガーさんでした。ありがとうございました。じゃあチェキ確認してください。ありがとうございました。お疲れ様、国体公演待ってます。17日広島で待ってますね。グッナイ、おやすみなさいです。楽しみにしててください。あ、チェキとたくさんお出かけする、あ、嬉しい、いろんなとこ連れてってあげて。今来たばっか、あるあるよねそれ、ちょっとね、なかなかね。TMM で見るね、ありがとう。今夜ミュータリダス。金縛りならいけるんだけど、ユータリダスはちょっと難しいんですよ。そう、ユータリダスもたくさん聞いてくださいね。またねー。